海側のね、向こうの橋で神奈川公園のねところ入ろうかと思ったけど入らないでね、私は通り過ぎてきたんですけどね、なんかね前から来た人までみんな吸い込まれるように神奈川公園にねゾロ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 入って、だから神奈川公園では狭い公園でしたからね、木を思い出してねたくさんなくなってんですね。でそこへ入らなかったっていうのが運が強かったのかもしれません。でそのうちにこう横の家が燃え出しちゃうともう暑くてしょうがないですよね。そういう状況になりましてね、それで大きな交差点に来た時にね、もう前も同じになっちゃったんですよね。前は多少日が遅れてたからそれでそれが今考えると青木橋の交差点だったんですね。あ、ここでもうダメなんだなと思ってたらば、向かいのね、同じ方向の方から、背の高い青年、男の人がもうクラクラっと出てきたんですよね。こっちを見たかなと思ったら近寄ってきてくれたんですよね。でそばに来てね、こうやって空な眺めてね、すごい火の手に全部四方八方があれなんで、チキショーチキショーって男の子らしく言ってましたね、それで私にね立ちなさいっつってね、私のカバンをね自分の体にかけちゃってね、で私の手を取ってね、絶対手を離しちゃいけないよって言いましてね、それでねどうしたかと思うとね、その交差点っつったってもう両方からこうやって火が来てんですよ。その正面のね、今まで通ってきた正面の方にね突っ込んでったんですよ。それから意識がなくなっちゃってんの。暑いんでも暑いのか寒いのか、生きてるのか死んでるのか、歩いているのか走ってるのかも分かんない、全く何分だったかも分かんない、まるっきり消えてて、そしてしばらく我に帰ったらここにひやっと涼しい風、涼しいって言ったって火の中よりは涼しかった風が当たって、それで生きてるって思ったんですよね。それが最初ですね。それが横浜駅強制で立ち退きさせて、大きな駅は大きな広場を作ってたの、強制で立ち退かせ、駅のそばの大きな商店なんか全部バラバラ引っ張って壊すのよ、綱引っ掛けて、個人のね意思なんか関係ないんですよ、強制で。もそれは世界のあれを戦争を勉強した人たちが駅前広場を広くしなきゃいけないっていうことが分かってたからしてたんでしょうね。それでその途中でそれをこう綱を引っ掛けて10人ぐらい引っ張って家を倒していくのをよく見てたんです。それで広くなってた横浜駅の、そこにたどり着いたんですね、一番東青木橋寄りのところ。そしたらそこにね、このサーベル振った将校みたいな軍人が一人いまして、やってきてね、はあよかったよかったって迎えてくれてね、まだあと来るかねって言ったんですよね。そしたら彼が初めて止まってね、後ろ向いてね、もうぺっちゃんこに燃えてんですよね。もう来ませんね、最後ですよって言ったんですね。それを覚えてますけどね。だから大げさじゃなくて本当に最後の脱出者だったと思うんですけどね。